森ちゃん、期末テストどうしてますか？期末の習慣も、めちゃめちゃちゃんと勉強してましたけど、普通に勉強してよ。中学英語はマジ得意だった。なんか、テレビ見てたら、入るぐらい得意だった。中学で止まってるから、英語は読めねえし。全然読めねえし。勉強進みません。やる気の出し方ありませんか？なんか、3時間やって、15分休憩みたいな、やったような気がするけどな。自分は。あとなんか、お菓子つまみながらやった気がする。なんか、1ページ進んだら1つつまむみたいな。めっちゃちっちゃいお菓子だけど。なんか、グミとか、もっと1ページやったら1個つまむみたいな感じでやった覚えがある。いつも学校帰ってから何時間勉強してましたか？塾には行ってたけど、そうね。なんか、その学年プラス何時間みたいな、そういうルールに乗っ取って、勉強してた覚えないな。雑音があると集中できます。まあ、そういう人もいると思うけど、自分は本当に静かな方がやりやすかった。雨音ぐらいが、ちょうどよかった。コーヒーはブラックですか？ブラックもいけますよ、今。そんな、喫茶店入った時ぐらい。オラフ君と喫茶店入ったけど、別にコーヒー飲まなかったしな。よし。オラフ君、ミルクティー買えそうかな、そう。どうだろう。何飲んでたっけ、オラフ君。ココア飲んでたかな。自分はなんか、特製フルーツジュースみたいな、フルーツミックスみたいなのあったから、飲んだ気がする。10時だった。いや、もう全然、なんか、ちゃんと、味付みが残ってる感じの、ミックスジュースだったけど、喫茶店入ったし。